皆さんこんにちは、チューバ奏者の本橋です。本日もブログをご覧くださりありがとうございます。今日もね、ゆるくやっていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。今日はですね、このチューバありますけど、僕がなんていうかね、今までずっとチューバやってきていいなと思った CD を、ね、ちょっと名前から紹介したいなと思います。その CD のね、アーティストになんかいろいろ関係した話もできればいいなと思いますので、ぜひこれは聞いていただけたら嬉しいなと思います。じゃあ早速いきましょう。まず1枚目はですね、じゃあこちらです。ワルター・ヒルガース、かっこいいね。これ若い時の写真なんですけど、今はね、本当ね、チューバ界のジェームズ・ボンドと言われるくらいに、ね、本当にね、ダンディ、すっごい、そしてチューバもうまい。この人はですね、本当にね、音色がとっても綺麗なんですね。で、僕ね、縁がありまして、この方にね、2回レッスンを受けたことがあるんですよ、東京で。でね、なんかその、すごく印象に残ってるのが、やっぱり、まあ本当ね、音色のことを一番やっぱり言ってくださったし、なんか僕がすごく印象に残ってるのは、この方ソロもだし、まあ、オーケストラだったりブラスアンサンブルだったり、今はね指揮者としてもすごく活躍してるんですけども、それぞれの場面でね、チューバのね、音量っていうのかな、その立ち位置をちゃんと考えて、もうポリシーを持ってるんですね。だからそのブラスアンサンブルでは、なんていうのかな、すごく力強く、ソロではすごく繊細に、みたいな感じでね、本当に音量のバランスをすごく考えてるっていうイメージがあるんですよね。だから僕ね、後ろの吹奏楽団が学生だったんですけど、その学生の吹奏楽団をバックに、この方のソロを聴きに行ったところがあって、もう本当に感動したんですけど、すごく、繊細に吹かれていて、なんだろうな、もうチューバの音色とかを通り越して、本当に透き通った綺麗な、ストレスの無駄のない音色なんですよね。もうすごく印象あったんですけど、かといえば僕が本当に大好きなジャーマンブラスっていうね、ブラスアンサンブルがあるんですけど、そこのチューバも吹いてた方なんですけど、そこではね、本当にソロの繊細さも加えて力強さだったりとか、こんなに音量出すのみたいなね、本当そのギャップがすごく本当に好きで、本当にその方に2回ね、本当に習えたこと本当に嬉しかったし、まあちょっと話すとね、2回目はですね、本当通訳もなしで、とある楽器屋のレッスン室で2人きりでレッスンを受けて、どうしようって思ったんですよね。まあ、僕ドイツ語ね、まあって感じだし、まあ、でもね、本当にレッスンを受けて、こうしてほしいっていうか、強く弱いとか、音楽の流れの感じはなんとなくね、分かってるんですよね。言葉がね、ちゃんとじゃなくてもなんかこう伝えたいんだろうなっていう、だからすごくね、本当にね、貴重な経験です。学生を卒業する頃に1回目はレッスンを受けて、この人がね、教えてるドイツの音楽大学だったジャスモニー、ユーゴラカンっていうのがあるんですけどね、その時はね、ドイツには行かなかったんですけどね、またお会いできる日をね、楽しみにしております。はい、ワルター・ヒルガース、ぜひ聴いてみてください。この CD 他にも何枚も CD も出してるので、よかったら聴いてみてください。本当ね、いいんですよね。次はね、こちらです。はい、はい、サイン入りローランド・セントマリー、この人本当にすごいですもう中盤も美しい、選曲も
ればわからない、聞いたことない感じですね。そうね、ワンバチがこう超絶に高く吹くし、超絶に速く吹くし、まあこういうのが一番ね、わからない、聞いたことない、それにとっては一番驚くじゃないかなと思います。まあね、本当に本当に音楽性もね豊かでね、本当に。好きだと思うんですよ。チューバじゃなくても音楽で成功したのかな。そこにチューバがあったから、うん、チューバを楽器として吹いてうまく言えるんですよ。なんかすごいんですよ、本当に。もうね、で僕この方とね縁がありまして、この方がねある時期にね日本にプロモーションによく来てたんですよ、うん、でその時に日本でセントパリさんの知り合いの方と僕の大学とかで、ちょっとフリーランスで割とね、その日本のねプロモーション来た時によくねついて行ってたんですよね。だからこのアルバムではないですけど、この方は何枚かアルバムを出したりするときによくね一緒に行ったんですよ。でこの時もね、そのねとあるファミレスでね二人っきりになったことがあって、もうその時もねどうしようかな、喋れないしな、音楽を
サンチューバラーダっていうね、ルワンソンのねチューバの曲あって、これがものすごくかっこよくて、しかもこれを CD 入れる前に初演から発表した時に僕聞いたんですね。その時にもうドギモを抜かれて、でしかもこのサンチューバラーダのさっきヤン・バンデル・ローソンっていう吹奏楽でもね有名な方がチューバのルワンソンソロを作ってるっていう、これがね本当にね衝撃を受けまして、もうね僕もね今日も取り寄せて一応一応練習してみたんですけど、まあ難しい、技術だけじゃない、見せるっていうことですよね。ちょっとねすごかったですね、本当にすごいチューバ奏者です。本当音色もいいし、1週間ぐらい行ってたんですけど、いろんなことを教わって本当に素晴らしい中和奏者に出会えたなと思いました。はい、じゃあ最後ですね、最後はね、一方で3人とも海外の方ですけど、日本人をねちょっと紹介しようと思います。この方です。はい、池田幸宏さん、池田さん本当に素晴らしい、僕もね僕の先生師匠、池田さんの師匠も同じなんですけど、本当にね一言で言うと天才なんです。天才なんだけど、なんだろうな、僕のイメージでは売れてるっていうか、僕が言うのもおこがましいんですけど、だからいろんな状態、その奏者の状態、うまくいってる時うまくいってる時、それをいろいろ分かってる方なので、いろいろな方それぞれのアドバイスがもうピンポイントですごいんですよ。だから あれその時のあの感じね、あれあれあれねみたいな、なんかもう全部の症状の取説を分かってるじゃないかぐらい、自分もいろいろ経験されて、それを悩んで噛み砕いて、ね、やってくださってるというか、だから本当ね教育者、人格者としても本当に素晴らしいし、講師のね指導も本当に素晴らしい、チューバ奏者の一人だと僕も思ってます。その池田さんがまあそのとある学校を教えてた時に、僕もまあその学校に出たことがあって、その時によくねお話したりとか、まあ僕もねリサイタルを2016年にやったんですけど、その前にも見てくださったりとか、いろいろ本当にアドバイスをね受けてここまでってこれたのも池田さんの、ね、教えがあってできたのかなと思ってるんで、本当にこの CD も本当に素晴らしいし、なんと伴奏がねあのシュピール室内合奏団で一緒の新井ゆかりさん、本当に素晴らしいピアノ奏者なので、これもね本当に素敵な一枚となっております。はい、もうね4枚紹介しただけでもうなんか14分ぐらいになっちゃって、すみません、最後までね本当お聞きくださってありがとうございます。本当まだまだあるんですけど、やっぱり、まあ、僕はねチューバっていう楽器が好きで、なんだろう、その中でも僕のチューバ人生を変えたっていう CD もやっぱりあるし、皆さんの中にも、まあ、それぞれね、好きな、ね、CD あると思うんですけど、こうやってチューバの CD も皆さん聞く機会があってたらいいなと思って今日は紹介してみました。じゃあまたお会いしましょう。バイバーイ。